3月、静岡県立沼津西高等学校卒業。在学中、姉妹都市交換留学生として、オーストラリアに留学。1998年3月、桜美林大学国際学部卒業。2000年3月、桜美林大学大学院国際学研究科修士、課程修了。この間、社会主義インターナショナル青年大会などに参加。2000年6月、桜美林大学大学院国際学研究科に、科目通り修正として在学中、衆議院選挙に、社会民主党公認候補として、神奈川14区より、比例代表と共に重複立候補し、小選挙区では落選したが、比例南関東ブロックで、初当選。25歳4ヶ月での当選により、県政史上最年少の国会議員となった。2009年に、鳩山内閣において設置された、行政刷新会議の事業仕分けメンバーに選定された、聖谷順子は、当時の原の政策担当秘書であった。2003年11月、再選を目指して、第43回衆議院議員総選挙に再度、神奈川14区より立候補したが、前回と同じ比例での復活当選もならず3位で、落選。2004年5月、静岡県議会議員の補欠選挙に無所属で立候補したが時点で落選。社民党に離党届を出し民主党県連の推薦を受けたことから、政党くら替えを画策したとして、立候補届出直前に社民党から除名された。衆議院会議録情報第154回国会憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会第3号、それを選択する人物とは関わりのない人たちで検索し、参照されたい。国会議員署名これまでと今後の展望空港はいらない、静岡県民の会、今村盛之。問題発言新潮新書446、ISBN 978から41億610万4466、169、P、中宮隆、あっぱれ。筑紫哲也ニュース23文春新書494 ISBN 41億6660万4945、74P。ありがとうございます。